法人のネット銀行、おすすめはもちろんあの銀行。今日は法人のネット銀行を徹底解説していきたいと思います。法人のネット銀行ということで、会社を作ったら銀行口座って開けていく必要絶対あるんですけど、ネット銀行に限らず法人の銀行口座開けるためにどういうことに気をつけていったらいいかってことをですね、いろんな動画上げてますんで、ぜひ他の動画も参考にしていただけたらなと思います。まず法人口座を開設する銀行の選び方ってことで、銀行いろいろたくさんあるんですけど、大きく分類するとこの4つに分かれます。でまず1つですね、メガバンク、誰もが知ってるでしょうと。三菱 UFJ、 三井住友銀行、みずほ銀行、この3つがメガバンクって言われる銀行です。このメガバンクに関してはですね、信用力、ブランド力がありますよねってことで、こういう口座が空いてると信用してもらいやすいんじゃないのかなっていうふうに思う方が結構多いです。あとは使っていく中で利便性ってところでいくと、たくさん大きく支店とかも日本全国でやってたりするんで、一部支店が少ないところもありますけど、その中でも ATM コーナーっていうのがですね、たくさんあるわけなんで、 ATM に行って現金引き出したり現金入金したりするっていうのにはですね、便利かなと思います。ただ一個ネックを挙げるとすればですね、銀行からお金を貸してもらおうと思うと、やっぱりメガバンクさんって大きな会社の取引があるわけなんで、中小企業の小さい会社はですね、多分興味がないのかなっていうぐらいにですね、基本的に資金的な援助してもらうのは難しいというところで、相当大きく事業されてる会社だったらですね、取引の可能性あると思うんですけど、これから創業していってやっていくっていう場合はですね、すぐにメガバンクからいろんな金銭的な支援、金融的な支援を受けるというのはですね、難しいんで、そういうところはあまり期待できないかなと思います。次に右に行ってですね、地方銀行ということで、いろんな銀行、地域地域にあったりする地銀って言われるところがあるんで、そういうところが該当するんですけど、まあまず一つ目、地域ごとに存在しますよねってことです。ただ地方銀行なんでメガバンクほど大きくはないんで、支店がメガバンクに比べると少ない傾向にありますよと。銀行としてもそれなりに規模もあるんで、創業期の会社に対してはちょっとやっぱり厳しめなんじゃないかなっていうふうに思います。次は左下に行ってもらって信用金庫ですね。信用金庫はこれも地域ごとに存在します。地方銀行よりももっとエリアが限定されているような感じです。創業期でも積極的に支援してくれます。利便性みたいなところで行くとですね、信用金庫さんって結構エリアが狭いというか、地域地域でやっぱ存在するわけなんで、ちょっと離れたエリアに行くとその信用金庫さんの支店がなかったりするんですけど、全国共通で信用金庫同士の ATM は違う信用金庫さんのキャッシュカードを入れても元々の信用金庫の ATM を使ってるみたいな扱いで、入出金の手数料が無料だったりとかする、新金ゼロネットっていうサービスやってたりするんで、新金でも意外とですね、現金の入出金 ATM 使う人は利便性がですね、結構いいんじゃないかなと思います。口座開設という視点でいくと、信用金庫は結構開いてくれやすいです。いろんな信用金庫さんあるんで、ちょっとまあ厳しめなとこもあったりとか、事務所訪問来てくれてすぐ開けてくれたりとかっていうとこもあったりしますんで、その辺は差があるかなって思うんですけど、全体的に見ると口座は割と開きやすいです。次右下行ってもらって、今日のテーマのネット銀行ですね。法人口座扱ってるところはですね、 PayPay 銀行、 GMO、 青空ネット銀行、住信 SBI ネット銀行、楽天銀行ということで、この4つになるんですけど、特徴としてはリアルの店舗は基本的にないです。店舗とかを構えてないんで、いろんな手数料が安く使えます。振り込みの手数料も安いです。かつ24時間基本的には365日振り込みしたりとか、残高紹介したりとか、いつでも使えるっていう特徴があります。いろんな特徴言ってきたんですけど、それぞれやっぱりいいところ、ちょっと使いにくいところあったりするんで、それぞれのいいところを取ってですね、使い分けてもらったらいいと思います。僕なりの使い分けの仕方としてはこんな感じかなと思います。メガバンクはですね、 ATM 多いんで現金の入出金とかしたりすることがあるんだったら ATM 近い方が便利ですし、現金の入出金用の ATM を使うためにメガバンクの口座あると便利かなと思います。次、信用金庫さんですね。融資を受けようと思うと信用金庫さんは結構協力してくれるんで、創業期のメインバンクとして使っていくといいと思います。ただ全部の銀行共通なんですけど、ネットバンク一応用意してくれてるんですよ。インターネットで振り込みできますよっていうシステム用意してくれてるんですけど、申し訳ないけど使いにくすぎるんですよ。全部ネットバンク使うのに月額1000円ですよ、3000円ですよとか、機能を充実させればさせるほど月額高くなってきて、お金払ってる割にシステムがごめんなさいしょぼいんですよ。
だからネットで振り込みとかできた方がやっぱり土日だったりとか夜とか自分の時間に合わせて振り込み作業とかしたりすると思うんですけど、やっぱり昼間っていろんな忙しい予定とかあったりすると思うんですけど、振り込み作業とかって落ち着いてしたいと思うんですよね。ってなってきたら24時間365に使える、しかも振り込みの画面とかも見やすい、使いやすい、そして月額費用もかからないネット銀行ってめちゃくちゃ便利なんですよね。ということで、ネット銀行は振り込みとか支払いをに開けといてもらうといいと思います。その他にも会社が成長してきたら口座ってたくさん持って使い分けたいなっていう場面が出てくると思うんで、その時のために地方銀行の口座もですね、サブの口座として早めに開けとくといいのかなと思います。会社が成長してってから口座開けてくださいって言ってもですね、今使ってる口座ありますよね、じゃあいりませんよねって話になるんで、創業期に今から使うんで会社作ったんで口座開けてくださいっていうのがシンプルでスムーズに開きやすいんで、創業期にはですねたくさん銀行口座開けてってもらうといいと思います。続いてネット銀行のメリットデメリットということで、さっきお話ししたことと被るところもあるんですけど、まず何といってもやっぱりいろんな手数料が安いです。手数料が安いことも相まって普通の店舗のある銀行より金利がまあ若干高めです。高いとは言う知れてますよって話ですね。24時間365日基本的に使えます。システムメンテナンスとかあったら使えないタイミング出てくるんですけど、夜中のあんまり触らない時間帯が多いんで、あんまり不自由に感じることはないかなと思います。あとはスマホからも利用できるんで結構便利です。一般的な銀行のシステムはスマホからアクセスできなかったりするんで、いろんなところで仕事がしたいなっていう場合にはですね、ネット銀行すごい役立つかなと思います。という感じで、月額費用なしで便利なネットバンクのシステムが使えるんで、ものすごくお得やと思います。ただまあデメリットもいくつかあるんですけど、地銀新金のような大きな運転資金を入れてもらうってことは無理です。一応そのネットバンクにも融資の機能っていうのがあるんですけど、イメージというとキャッシングみたいな感じなんで、あんまり使い勝手は良くないかなって思います。金利も割と高めなんで、一時的なつなぎの資金で使うって場面はもしかしたらあるのかもしれないんですけど、基本的には使う場面って来ないんじゃないかなって思います。最近は結構自動引き落としにも対応してきてくれてるんですけど、一部口座引き落としには対応してなかったりするものもあるんで、そういう場合はリアルの店舗のある普通の銀行の口座に引き落とし設定かけるっていうふうに使ってもらったらいいんですけど、ネット銀行だけじゃ完結しない取引もあったりするんで、ご注意くださいということです。ではいよいよ今日のメインのネット銀行の特徴比較をしていきたいと思うんですけど、一番左にですねポイントを書いてます。右側ですね、 GMO、SBI、PayPay、楽天ということでそれぞれ特徴を並べてるんですけど、まず手数料ですね。当然他行に振り込むと手数料かかるっていうのは当たり前なんですけど、同行間同士、GMO だったら GMO 同士で振り込む分に関しては0円でいけるんですね。で SBI も同様です。ただ PayPay だけ55円かかります。楽天は52円ってことであんまり差がないんですけど、取引先同士で同じネットバンク使ってるんだったら GMO、SBI だったら手数料のコストが浮くんで、まあ、ちょっとお得かなって思います。他行への振り込みに関しても GMO、SBI 安いんですけど、まあ、楽天だけですねちょっと金額大きくなると229円ということで若干割高に見えちゃいますねというふうな比較になってます。次、入出金の手数料ということで、一応この ATM ですね、いろんなコンビニの ATM が使えたりしますし、一部ゆうちょの ATM 使うと引き出せたりとか入金できたりするっていうのもやってるんですけど、その中でも PayPay に関しては利用額3万円以上の場合は入れて出しても手数料かかりませんよということで、入出金することがある人に関しては PayPay 銀行使うとその手数料が省けるんで、ちょっとお得に使えるのかなと思います。とはいえ、あの GMO、SBI 使っても入出金に110円しかかからないんで、そんなに大きなコストにはならないのかなと思います。続いて、これも入出金する人の話にはなりますけど、 ATM からお金を出す時の1日の限度額、基本的にどの銀行も200万円までになってるんですけど、 PayPay に関してはですね基本的には50万円なんですよ、限度額が。事前に一時的に枠を引き上げていると200万まで引き出せますよって話になるんですけど、楽天も同様にいきなり大きなお金抜くっていうのはできないんで、入出金がちょっと金額多めにあるケースが多々あるよって方はこの2つはあんまり向いてないのかもしれないです。次はページですね。使う人使わない人まあ分かれると思うんですけど、一応 SBI これ非対応ですよと。次は固定番号ってことで、口座開くのに携帯番号じゃダメな銀行が唯一楽天なんですね。楽天銀行を開くんだったら固定番号を取ってくださいということで、固
固定回線別に引く必要ないんで、 IP 電話って形で携帯でも大阪だったら06受けてたりもしますし、まあ、050でもよかったりするんで、そういう番号を取ってくださいねというふうなルールになってます。ラストその他ってことで、楽天に関してはですね、楽天市場に出店するんだったら、これはもう必須の口座になってるんで、そういう場合は絶対楽天は開ける必要がありますよと。ペイペイ銀行に関しては、ペイペイでお客さんから決済してもらうんだったら、出金の手数料がかからなかったりもするんで、あるとまあ便利かなって思います。 GMO に関しては最近公庫の引き落としにも対応してくれたんで、結構 GMO だけでもいいんじゃないかなっていうぐらいに充実してきてます。ちょっとごめんなさい、 SBI さんに関してはその他に書く内容がですね、探したんですけど、僕はちょっと思い浮かばなかったんで、もし SBI さん使ってる方いらっしゃって、ここいいですよってのがあったら、ぜひ教えてください。よろしくお願いします。以上、比較してきたんですけど、今日の結論ですね。おすすめのナンバーワンはこの銀行ですよってことで、やっぱり GMO が一番機能も充実してますし、手数料も安いですし、いいんじゃないかなと思います。各銀行それぞれ口座の開き方に関する解説動画僕全部上げてますんで、それぞれ見ていただけたら口座開けると思いますし、この GMO に関しては口座開いてから 1,2 ヶ月手数料が無料で使えるとかって特典のあるリンク貼ってますんで、ぜひそこから行っていただくとお得に口座解説できるかなと思います。一応最後まとめとしてはですね、どれか1個開けておけばポッと足りるかもしれないんですけど、やっぱりいいとこ取りしていくためには、いろんな口座開いて多めに口座あった方がですね有利に使っていけるんで、最初なかなかよくわからない作業もあったりするんで大変だと思うんですけど、会社作ってから銀行口座開けるっていうのは頑張ってたくさんの口座開けていただきたいなと思います。もしやってみてなかなか難しいなと思ったらですね、僕の他の動画も見ていただいて、それでもやっぱりまだ難しい、なんとか助けてほしいという方いらっしゃったら、ぜひご相談いただけたらと思います。今日の動画勉強になったよ、参考になったよって方はですね、ぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ご相談とお仕事の依頼とかありましたら、ぜひ下の概要欄に LINE のリンク貼ってますんで、そちらからご連絡いただければと思います。今日の動画は以上です。経営者の味方、上杉でした。